お、ここか。リスがここだと。これな、車の右側から出てくんだよな。ちょっと最初ここ貼っとくか。足音聞こえない。いなさそうだな。移動しよう。近くいる？左か。家の中じゃなくてこっちか。SMG 持つならやっぱここだね。あ、そっちか。で、家の中入ってきてるからここで。おっと、来た来た来た。いいね、奥にもいるね。あー、打ち負けるか。アスバルだな。中距離はアスバルには勝てないな。うわー、これもアスバル。あんまここ戦っちゃいけない距離だな。で、もう一つはね、この辺だね。この辺で家使いながら、家の2階とか使いながら戦うのがサブマシンガンの距離だな。で、1個食らってスティーム打って、もう1個ある。この中いるでしょ。そこか。頭抜いていく。ここ、こっからめっちゃ湧くんだよね。いた。走ってきてる。よし。この裏、ここからね、ここだね、サブマシンガンの距離。さっきんとこ沸かせて取るのが一番効率いいな、このマップは。うわ、ちょうど見てなかったとこから撃たれた。ここね。で、ここはいるんで絶対注意した方がいい。まあ、足音で分かるね、上にいるかどうか。絶対あの部屋にいる人、センサーマインとかトラップとか仕掛けてるから、注意。よし、あぶね。この腰打ちはやっぱレレレ打ちである程度回避できるから強みではある。上にいる。上にスナイパーいるな。 SP あるかな。やめよう、勝負しない方がいいね。こっから見るのも結構強いんだよ。で、そろそろ沸かせたんで、さらに奥を。いるね。で、沸くでしょ。入ってる。ちょっともう一回見に行くか。ちょっと時間置いたから。あ、まだいる。同じ人じゃないの。ちょっと待って、ここまで近づけばある程度やれる。いいね。足音。よし、もう一人いる。おいしいとこ持っていく。あ、めっちゃいる。もう手前。あら、どうなった。よし。で、沸かせて。いや、フリーフォアオールで勝つにはやっぱりね、リス管理大事だね。沸かせて、どこで沸かせて打つかっていうのが大事になってくるから、自分の得意距離で沸かせて取るっていうのが1位取るために必須テクニック。奥にいる。あと2キル。
戻ろうと思ったけど、いる、いない、あ、奥いるな。よし、ヘッドショット、いいっすね、ジージー。